やりきれねえな。やりきれねえ。おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイター出るなに紅葉です。私たちルミナスタジオはよくクラウドファンディングのプラットフォームとしてキャンプファイヤーを利用しております。現在実施しているアンジェリカの 3D 化および俺2人の販売用アバターモデル制作プロジェクトだったり、継続して資金調達を実施するファンクラブプロジェクトも掲載させていただいております。クリエイターやチャレンジャーへフレンドリーなポジションを見せる本社ですが、意識的に規模を小さくしてクラウドファンディングの入り口とも言えるようなフレンドファンディングという名前のサービスを立ち上げているのはご存知でしょうか。そう、それこそがこちら、スマートフォン用アプリポルカです。2017年にスタートした本サービスおよびアプリ、ルミナスタジオも当時は速攻でルミナスダイエルシリーズ7周年記念の幸運郷遠征における予算調達に使わせていただきました。もちろん他にもたくさん使わせていただきましたが、 YouTube クリエイターがポルカを使ったほぼ最先端の例だったのではないかなと思います。プロジェクトの仕組みは簡単かつシンプル。目的と目標金額を設定し、一つだけのリターンを決める。あとは調達を始めたらタイムライン式の活動報告で進捗を SNS のように話したりすれば OK。 実はこれクラウドファンディング経験者からするとものすごく入りやすい上に、想像以上にシンプルな作りから、これでんかマジでな感じになってしまうことがよくあります。しかしマネタイズの入り口としてはとても素晴らしいアプリです。資金調達が初めての方であったり、小規模プロジェクトを意図的に立てようとしている方にもいいですね。特にこれを見てるバーチャル YouTuber 諸君、お前らマネタイズ得意じゃないだろう。そういうマネタイズに懸念を抱いていたり不安を感じている方も、小さなものから始めてステップアップしていく心構えを持つのもまた表現者をやる上で重要なプロセスだとルミナスタジオは考えております。そこで新たに登場した新サービス、ポルカライフ。ポルカがキャンプファイヤーの縮小版だと考えれば、こちらはキャンプファイヤーファンクラブをさらに小型化した、いわばマイクロファンクラブ。月50円から相手を支援することができるという超お手軽プランニング。これもまたクラウドファンディングサービスの中では実に革新的で、50円玉を手軽に気になるクリエイターやチャレンジャーへ投げることができる。しかもこれはアカウントを持ってさえいればデフォルトで支援受付状態になっているので、自身のプロフィールページを他のユーザーへ見せるだけでご支援を募れるという親切設計。もはやマネタイズに余計なものなどを全て削ぎ落として、資金調達の入り口たるものを作り上げるキャンプファイヤーは、間違いなくこれからの YouTube クリエイターやバーチャル YouTuber の助けとなるはずです。そういう時代になってきたのよ。おそらく今後はプロジェクトを支援する以上に人そのものを支援するというのがトレンドになっていくんじゃないのかなと、ルミナスタジオというか俺は考えております。なのでポルカライフのページも俺名義で作ってみました。集められた資金は北海道各地の遠征予算のプールにさせていただき、ご支援いただいている皆様には現地の写真を Google フォトにまとめた限定リンクでもお見せしようかなと検討しております。こんな感じでシンプルゆえに様々な活用ができるポルカライフ。クリエイターもチャレンジャーも、そしてどちらでもない人も、一度は触ってみてその手軽さを実感してみるといいかもしれません。ああ、回し戻せないからな俺。なんかね、こういう動画作らんといかんっていう気になったんですよ。あの Twitter とかなんだ YouTube の周りだとか、なんかそういうので苦しんでる人がね結構いるんですよね。ポルカ使ってみてください。間違いなくマネタイズできるから、やってみ、マジで。